東関東自動車道、東関東自動車道、東関東自動車道、東関東エクスプレスウェイは、東京都を起点として、茨城県水戸市及び、千葉県館山市を終点とする、国土開発幹線自動車道であり、高速道路、高速自動車国道である。略称は、東関東道、東関東道、東関東エクスプレスウェイ、または、東関道。 東関東自動車道三戸線の高速道路ナンバリングによる路線番号は E51 が割り振られている。関東地方を通信し、千葉県と茨城県を結ぶ高速道路である。東京都から千葉県北部を横断して、茨城県三戸市に至る路線が、東関東自動車道三戸線、千葉県内房に沿って、館山市に至る路線が、東関東自車道館山線である。 東日本高速道路による営業路線名としての東関東自動車道は一般に水戸線の高谷ジャンクション、JCT 茨城町ジャンクション間、首都高速湾岸線から北関東自動車道までを指し、立山線は立山自動車道などの別路線名で区別される。水戸線の未開通部分である、板子インターチェンジ保田インターチェンジ間が整備、計画区間として、 現在整備事業が進められている。当初は新空港自動車道として開通したが、成田国際空港開業の翌年、1979年、昭和54年に、東関東自動車道に名称変更された。なお新空港道は、成田 JCT と成田空港付近の新空港、インターチェンジ間の道路名として現存する。開通当初の名称である、 新空港自動車道からもわかる通り、主な建設目的は、東京特部から成田国際空港にアクセスするための高速道路である。また、全線開通時には、常磐自動車道のバイパス路線となることも期待されている。宮の木ジャンクションから、京葉道路、立山自動車道、東関東自動車道立山線。 千葉東ジャンクションから千葉東金道路がそれぞれ分岐しており、東金、立山方面の利用もある。高谷 JGT 成田 IC 館は大都市近郊区間に指定されている。2010年、平成22年4月9日に国土交通省から、板子インターチェンジ保田インターチェンジ間が国が運営する直轄施行方式の無料道路として整備されることが発表されていたが、 2017年、平成29年3月16日、国土交通省は、国の社会資本整備審議会事業評価部会で、2017年度から、国の直轄事業と合わせて、有料道路事業も導入し、整備を進める方針が決まった。なお、板子コインターチェンジから、鹿島港周辺までの延伸も計画されている。においては、以下の二路線とされている。 高速自動車国道の路線を指定する、政令においては、以下の2路線とされている。東日本高速道路株式会社による、事業名、道路名は、以下のようになっている。以下では、東日本高速道路の営業中、事業中の路線としての東関東自動車道について、記述する。東関東自動車道ミト線の板たみミ間は、1987年、 昭和62年に計画段階の予定路線に位置付けられ、1991年、平成3年12月に開かれた国土開発幹線自動車道建設審議会、国間審で、水戸鉾田間の 18km が計画路線に指定された。さらに1996年、平成8年12月に開かれた国間審で、鉾田茨城、 北関東自動車道間の 17km が整備、計画路線に、板子鉾田間がの 28km が、基本計画路線にそれぞれ昇格した。高屋 JCT 千葉北インターチェンジ間は急カーブが連続しているため、最高速度が時速 80km に制限されている。また、湾岸千葉インターチェンジ異西は、海岸沿いを通過するため、往復の影響を受けやすい。 道路照明灯は6車線区間である、高谷 JGT 成田 IC 間に設置されている。未開通区間の板子インターチェンジ以北は、暫定に車線で整備される計画である。ホコタインターチェンジ茨城空港北インターチェンジ間は、暫定に車線ながら、中央分離帯がコンクリートで整備されていて安全性が保たれていると評価され、最高速度が、 時速 80km に引き上げられている。東関東道にはサービスエリアはない。ただし、四水 PA にガソリンスタンド、上下線とも24時間営業があるほか、ファーストフードチェーン店、上り線、モスバーガー、下り線、松屋が設置されており、実質的なサービスエリアとして機能している。サハラ PA はトイレと自動販売機のみで、 他のパーキングエリアは何かしらの売店設備を持っている。24時間営業の店舗は、四水 PA 下り線の松屋、太 A パーキングエリア上下線のセブンイレブンのみとなっている。すべての箇所で、コールサインは、ハイウェイラジオ東関東道と放送される、例、奈良市のであれば、ハイウェイラジオ東関東道奈良市のよりお伝えしました。24時間交通量。 大道路交通センサス。2002年度日平均交通量、区間平均、料金収入。東関東道は、もともとは、成田国際空港へのアクセスを目的に建設された、ため、成田 IC を境に交通量が大きく異なる、特徴がある。なお、千葉北インターチェンジ異性では、各区間10万台前後と、全国的に見ても、交通量が、特多いが、 首都圏の他の放射方向への高速道路とは異なり、事故や通行止めがない限り土休日も含めて 20km を超える渋滞は滅多に発生しない。もともと東関東道は法令上東関東自動車道鹿島線として茨城県鹿島郡鹿島町現鹿島市を終点とする計画であった。水戸島で延伸する計画が決まり、 東関東自動車道水戸線に改められ現在でも国土開発幹線自動車道建設法の別表では茨城県鹿島郡鹿島町が主たる経過地とされている東関東道は全線開通しても鹿島市内を通過しないが2013年に東関東道を伊田インターチェンジから鹿島港周辺、神栖市、鹿島市まで延伸する計画が公表された楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。